国の向こうの方が作ったことなんですが、あの以前プーさんとちゃんとカルメンで作ったそうな以前が過激で美しきパースの娘というのを作りまして、その国のセルナーで与えるメロディが美しいございます。で日本人がそこを作ったら、まあ、本作じゃないですか、そこのメロディを中心にしながらこの小さな機能というのを作ったものでございます。お聴きください。Thank you.
2つのギターという、まあ、ロシア民謡というやつですが、ロシア民謡の2つのギターを弾きます。で、この曲は、まあ、ロシア民謡ということなんですが、ヨーロッパにはたくさんのジプシーの人たちがいろんなスペインとかをちっちりながら暮らしている。で、ここの、このジプシーの音楽からこの曲ができているみたいです。で、ジプシー音楽っていうのは譜面とか何もないんですね。耳、曲を耳で覚えてそれを、まあ、聴くというような形で、すごくさっきの音楽なんかもご存じだと思いますけど、テンポが速かったり変わったりとかっていう、そういう情熱的なこともありますし、その反面、哀愁味がありまして、大変ジプシーの中、日本の方にも好かれているものだと思います。じゃあ